Hi everyone! 謎のロシア人です。今日は我が家のノコたちの紹介です。行ってみよう。田島さんのスマートフォン。神沢成功。サムライ一番。300ミリ。シルキービッグボーイ360ミリ。まずは田島さんのスマートソー。ちょっと無理です。これぐらいのやつならスパッと。いいね、この切れ味。小物には最適。スパッと。切れ味はこんな感じ。では次に、サムライ一番。こんぐらいの太さになるとサムライ一番の300ミリじゃちょっと腕がパンパンになっちゃう。切り口はこんな感じ。手で触っても大丈夫。そしてお待ちかねのシルキービッグボーイ。
これのいいところは両手で切れるところだね。左手で押さえて右手で引く。ここ押しすぎたら角度が急に変わるから危ないね。ちょっとやり直し、もとい。よっしゃ、ふう、1分30秒切れ味はこんな感じ。もちろん手で触っても大丈夫。ちなみに引きが全然違うんだよね。これが こんな感じ。早いでしょ？謎のロシア人流、切った後のメンテナンスは、これホームセンターのナフコさんのシリコンコーン、違う、シリコンスプレー。これをまずは切りかすを、まあ本当はブラシ等々で取った方が綺麗になるんだけど、今日はあいにく忘れたのでペーパーで取って拭きつける。ヤニ等々がつくとカビの原因になるので、これで綺麗ね。でこちらは少々何もしなかったので錆び放題。これとこれはきれいに手入れしてたので錆びてます。こうなる前にシリコンスプレーよろしく。今日は我が家のノコ紹介でした。 See you!